こんにちは、こんばんは、おはようございます。クジヌの部屋へようこそ。今日お話しするのは、もうすぐ夏から秋にかけての土用期間、東洋の暦でいう土用期間になります。土用期間は、あのね、心と体がとってもとっても後ろ向きになるの。土用期間は陰陽五行でいう時の土のエネルギーが強い時なのね。土のエネルギーは心の状態でいうとくよくよと思い悩むというのが土行のエネルギーね。同じ考えが無限ループでぐる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 、人と話してても、その話さっきしたよねっていう話を何度も繰り返して、自分の中でも同じ感情が何度も繰り返されるのね。だから心後ろ向きになっちゃうの。それともう一つが、土用期間は腐敗のエネルギー、物が腐るエネルギーなので、この7月19日から8月6日までの間はちょっと体の調子が悪い人とか、ちょっと具合悪い人とか出てくるね。なので皆さんに最初から言っといて分かっとけば問題ないよね。7月19日から8月6日までは土用期間だから、心と体が後ろ向きになる期間だよ。だから土用期間になんか申し込んだのやっぱりやめようかなとか、立ててた予定をキャンセルしちゃおうかなと思いがちなんだけど、それはやめた方がいいよ。売れないくんという東洋占術の大家の方のチャンネルでも、7月の開運行動、運を壊す行動は、立てていた予定をキャンセルして後ろ向きな行動をすることが運を壊すって言われてるから、この土用期間いろいろとね、今ね、あのコロちゃんとかがもう一回もういいを振るってきて、なんかもうそろそろ大丈夫かなって立ててた予定をやっぱキャンセルしちゃおうかなっていう期間という気持ちになるのは土用のせい。でも売れないくんと占いくんが言ってるように、7月の運を壊す行動は予定をキャンセルしたり心が後ろ向きになることでよーっていうこと。で、この期間、7月19日から8月6日までは南西の方角にはできるだけ行かないでな。気学だと方位取りって言って、吉方位に行くといいよっていうのを言われるけど、この土用期間、この土用期間は南西の方角が土用さつって言って、物事が腐りやすくなる期間、あの方角なのね。だから持病を持ってる人とか、ちょっと具合悪くなったりとか、計画をしに打ち合わせに南西の方角なんかに行っちゃうと、その予定が腐っちゃうのに、だからできるだけ7月19日から8月6日までの間は
南西の方角は一丁止めなわけね。今ガラスの仮面が剥がれちゃった。恐ろしい子、うん、白目という感じで、もう一つ今日は重要なことが言いたくて、グチームはこの牛さんになってるの。夏といえば土用の牛、うなぎを食べて精力つけようって言われるじゃない。でもね、それってバレンタインデーにチョコレート買わなきゃっていうのと一緒一緒。どういうことかっていうと、土用の牛の日にうなぎを食べるって習慣はなかったんだよ。本来は土用の牛の日にうのつくものを食べようねって言ってたの。そのうのつくものというのは夏バテ防止にいいってされている梅干しで、夏バテで胃が弱ってる時に消化にいいと言われているうどん。江戸時代は風邪薬うどん屋で売られてたからね。それと夏バテを予防する薬というか、体を冷やすものとしてウリ科の野菜、キュウリとかね、ウリとか、あとウサギの肉は昔食べてたから。そうなんです、もともと土用の牛の日っていうのは梅干しうどんにきゅうりを入れて冷やしきゅうり梅干しうどんを食べるのが一番良かったんだけどね。でも夏の間ってうなぎ屋さん、昔冷房がなかったのね。冷房のない時代に目の前でうなぎを焼くわけさね。どうなると思う？もううなぎが出てくるまで汗だくでこんなとこ行ってらんないよってなって、江戸時代にうなぎ屋さんは夏の暑い日は商売上がったり下がったり上がったり下がったりだったの。そんな時に何をどう考えたかっていうと、あはうなぎもうってつくよねって思って、土用の牛の日はうなぎを食べようねってうなぎ屋連合が言い出したの。それで現代はその発祥とかがよくわかんない人たちが、土用の牛の日はうなぎ食べて精力つけようねっていうようになったの。だから皆さんはね、土用の牛の日にうなぎ食べなくてもウリとキュウリとかうどんとか梅干し食べれば大丈夫だよと言われても、言われてもうなぎ高いけど、土用の牛の日はうなぎって書いてあって見ちゃうとどうしても食べたくなっちゃうよね。そして買っちゃうよね。ということで、この土用の牛の日はうなぎ食べる日じゃないよって動画あげよう。この動画を今日撮ろうと思って福チーのお昼ご飯を買いに出かけたら、うなぎ買っちゃった。そういうもんなんだよね、人間は。バレンタインデーのチョコレートもね、チョコレート屋が考えた戦略って言われてもチョコレート食べたくなるよな。
ということです。ということ。ね、もうすぐ土曜期間だから心後ろ向きになるけど、心も体も体調悪くなるけど、だからって行動で後ろ向きになったら、今月は今日だよって売れない君と占い君が言ってるよ。だからそして土曜の牛の日は牛うなぎ食べなくてもいいよ。うどんとか梅干しとかきゅうり食べれば福チーヌきゅうりアレルギーだけどね。それとその期間は東南が土曜節、土曜節って言ってもお札をもらえるわけじゃないよ。物事が腐っちゃうから打ち合わせとかに使っちゃダメよという感じです。ポチッとね、なんごとに最後までご視聴ありがとう。いいねボタンとチャンネル登録お願いね。それから SNS でシェア拡散大歓迎でよ。